どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。それではイーストワードやっていきたいと思います。さて、学校はね、参観日ということらしいんで、学校に向かう感じかな、いいのかな。じゃあ行きますか。ちょっとずつお金貯まってきたけど、あんま今んとこ使い道ないんだよね。あやおくんもなんか、あ、残り1本って牛乳ってことか。あれだね、特に買い物もできないしな。ジョリーの店もね、こんな感じで、アップグレードもできないしね。アップグレードのパーツとかも、いつ手に入るんだろうって感じなんだよね。あ、これ、傘か。何なんだろうってずっと思ってたんだけど、この黒いやつね。昨日のことは聞きました。もう後がないですよ。見ていますからね。校長、マジでビンタしてやりてえな。あ、メガネのママ、校長はどういうつもりかしら。あんな子供を学校に来させるなんて。どの子のこと言ってるんだい？あら、どん曜日、おやおや、さんちゃんのお父さん。学校に通うのかね。勉強熱心だな。熱にいいことだ。ああ、勉強は大事だからね。参観日だよね。あれ、ここじゃない。あれ、学校じゃなかったんかな。あ、はいはい、ここだ。レアル先生、授業が始まりますよ。教室に入ってください。あー、まあ行こっか。授業に行く。私たちが地下にいるのは隠れるためです。地表には死しかありません。禁断の地に入る人は上の世界への道を開きます。それはポットクロック島に災難をもたらします。先生、レアル先生、どうしたの、グランディス。地上は恐ろしい場所なんでしょ？上に行きたがる人がいるのはどうして？そうね、それは青い空があるからだよ。この世で一番美しいものなんだよ。さん、やめなさい。嘘よ。常に引っかかってくるな。証拠はあるの？私、この目で見たんだもん。そう。あんたもホラ吹きってわけね。あはは。違うよ。本当のことだよ。本当に見たんだよ。だから言ったでしょ。そんなの嘘よ。ホラ吹き。ホラ吹き。ホラ吹きじゃない。本当だもん。あ、なんか敵対意識強すぎんだよな。校長にバレた。タコマ校長さん、降りなさい。今すぐ教室から出て行きなさい。私はホラ吹きじゃない。本当だよ。そうね、あなたはホラ吹きじゃない。でも私、見せてあげて、みんなに証明するの。どうやって？禁断の地よ。出て行きなさい。あれ？じゃあ俺も出て行きます。綿毛っちも終わりね。自業自得よ。私に逆らったらどうなるか分かったでしょ。ログを更新しました。
起きるこ、いや、なんか悪いことが起きる前に見つけようか。じゃあどこいるか分かってないってことか。どこだどこだ。あー、閉められてる。じゃあ、あそこは一度っきりなんだね、行けるのね。全部フェンのせいでお弁当を取られるし。いじめられてるって知ったら、ママが悲しみよ。うん、おとなしく弁当渡せばよかったと。タコは出てって、おじさん。探しに行かないの？お。あ、早く採掘所に行って。サンガ、禁断の地に。採掘所か。僕じゃ追いつけないから。じゃあ行きますか。採掘場。でもあれだね、採掘場か。で、ここアイテムなんかあったっけ？見ていこう。バックパック拡張50円。でもね、その料理しないからな。次100円なんだ。ドーナツワイルドラブ。開放的な気分になれる雑誌。とりあえず買っとこうか。ドーナツ、コーヒーで、パック拡張しといて、とりあえずこれでお金も予備残しとけばいいでしょう。ただ、これさ、ちょっとアイテムあれなんだよな。アイテム？食材。そもそもこのアイテムをさ、どうやって使うかがよく分かってないんだよね。はい、一応ね、なんかね、LP、あ、こういう、こんな感じ、こんな感じで、帰れるらしいんで、まあ、これでいいかな。じゃあ、採掘所行こっか。武器の変換とかさ、そういえばチュートリアル全くなかったもんね。ん？ちょっと待って。なんかいつの間にか、左上、パーツってか、なんか手に入ってるね。急げ、急げ。サンちゃん、禁断地に行っちまった。は？もう行ったの？ジョンに知らせないと。無駄だよ。あの子はもう帰ってこねえ。俺たちが言わなきゃ、誰も気づかねえって。よう、ジョン。ジョン。おお、ジョンじゃねえか。サンが禁断地に入っちゃったぞ。そうなんだよ。殺されちまうぜ。俺は助けに行こうぜってこいつらは説得してたんだ。お前嘘つきだな、ほんとな。誰のことだ？誰が禁断地に入った？まずい、長女にバレてるぞ。見つけたらタダでおかんぞ。ジョン、早く探してこい。長女には言わねえから心配すんな。まあ、急ぎましょうって話だね。はい、記憶残して。あ、料理できるんだ。でも3つ食材ないからな。足りないもんね。さあ、行くぞ。禁断の地ね。こっち側な、このキノコっていうか鼻が邪魔でいけないんだよね。急に無音だな。急げ急げ。やば。え？これ上に行くってこと？
もう入ってしまえばいけるんだ。なんか無防備だね。ジェットコースターみたいだしな。こんなジェットコースターあるよね。めっちゃヒューってなるけどね。さあ、これはまだ地上ではないよね。これ登れないんだ。爆弾。とりあえず置いといて。裏からか。爆弾補充。ああ、そういうことか。これさ、置いて、こう。おー、そういうことね。なるほど。もう、自分で理解しないといけないんだね。その、ジョンが喋らないから、チュートリアルどうこうのレベルじゃないね。やべえな。逆に、サンちゃん、よういけたな、ここ。うわ、なんかいる。玉ねぎ。なんか出んのかなと思って壊してんやけど、攻撃用って感じかな。接続してスイッチオン。とりあえずお宝アイテム集めてね。こっちつけこう、はい、でこう楽勝やね。復活するからな。蒸気胡椒ゲット。料理できるね。ん、動かす。よし、これであいつは。あ、復活したか。はいはい。ここ通ります。トイレの中めっちゃいるな、お前ら。よし、キノコゲット。嫌だなぁ。そのキノコ嫌だなぁ。開ける。動かす。あー、やっぱ正面からしか取れないんだ。50円。右かな。でもさ、この感じはもう地上のスーパーとかそんな感じだよね。あれ、下に降りる感じかな。下だね。ショッピングモールか。開かない。違うところから行ける？結構広いね。サーバーは何も反応しない。いて。いて。初めて蛇の攻撃を受けた気がする。おい。いや、ナメクジ意外と厄介だぞ。何これ、ポスターっぽい漫画。あ、漫画だ。大地の子を手に入れた。漫画か。いや、ドラクエシリーズですよ。ハートくれんかな。じゃあこれ下だね。
あ、マジでショッピングモールだよね。何もなし。あー、水浸しになってる。水没なのかな。何かがあったんだろうね。崩壊したみたいなことは言ってたから。いや、あれはでもゲームの話だもんな。鍵がない。ここ鍵いるね。そしたら、右も行ってみようか。ほい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 。ほい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 。ほいほいほい。よし。お宝があるらしい。はいはいはい。あー、なるほど。こんくらいでいいかなぁ。隠し扉多いね。わざわざ隠してんだもんね。えい、お宝。わかんねー。だけ？あー。食べ物があるとかではないんだね。まあでも、そうだな。塩はやっぱ貴重なんだろうな。ちなみに、あの、でかい塩は何個ぐらいもらって、5個とかかな。じゃあ、上行こう。あんまね、もらった瞬間見る余裕がなくてね。動かせるんだ。ほい。これは？キノコ3個。いいね。クラボックス、空箱なのか。いいね。いいな。この崩壊してる感は、個人的に。で、あれでしょ。女の子と主人公、おっさんでしょ。ラスアスだよね。展開的には。大好きなんだよな、ラスアス。あー、なんか5個っぽいな。うん、ぽいね。こっちかな、さらに。イエーイ、お宝。トークン、よし。ガチャガチャするぞ。ガチャガチャするぞ。鍵だね。トントン。いや、マジでゼルだ。ダダダダーってなりそうやもんね、音がね。マジで聞こえそうな感じの音がするもんな。いきー。ハートゲット。この子は、いったー、失敗したー。間合い苦手だな。いいね。玉ねぎとか結構手に入るのありがたい。卵も手に入った。ほい、鍵。右側から。おう。あー、近くかー。そうだね、降りるしかなさそうだね。これ押せるでしょ。あったー。あと2つです。ちなみにこのハートはさ、あ、表示はないんだ。しかもこれよく見たらサンちゃんもなんか持ってるっぽいね、アイテムね。急げ急げ。どこいるんだろうね。あー、うん、はいはい。あー、はい。
勝手に壊すっていう。ちなみに変えることは不可能。なるほど。いいね。いいな、レベルの概念ないの、いいな。操作する。吸い込みますか。はい。吸い込んでもらって出るか。壊したらダメな感じだったね。ここら辺隠しはない？大丈夫ね。まさかの。いていていて。ハートよこせ、ハート。ザコラッシュだね。よし、ハートゲッチュ。なんだろう。ザコラッシュのはずなんだけど、ボス倒したぐらいの勝利ポーズだったね。まあいいけどさ。そんなだった？右。あれ崩れるんかな。イエーイ。そういえばあの樽をさ叩いた時どうなるんだろうね。次試してみよっか。叩ける時はツー。開けて、はいはい。おお。いいっすね。ポチッと。吸い込んでもろって、爆弾置いて、これでいけると。あれは一時的に壊れんのかな？半永久的かな？たださ、こいつらさ、この雑魚を襲ってこないから楽ちんだけどさ。あ、パーツだ。やった。パーツ不明なんだよな。まあまあ、まだこの辺りはそんなにって感じだね。あ、これ、いけるってこと？いけるんだ。で、はい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 。動かして、通じるわけやね。繋がったけど？これあれかな？あー、謎解きのところだね。はいはい。ここに繋がるわけやね。でも、ここら辺まだ生きてんだね。電気。そっち繋いで、まあ、先下かな。そうだね。ここ繋がるってか出れるようになるんだ。まず開けて、はい、繋げます。動かしたら、なぜかこういうのが出てくる。特に何もないんだけどね。はい。で、離します。で、つなげます。まあ、上か。ああ、はいはい。つなげます。で、ここつなげると、なんかやべえことになってんな。ボスか？いや、そんなことなかった。壊れたんだ。ええー。
ちょっと待って、今下足元がねちょっと一つ、あ、これ関係ないか。よしよし、じゃあ奥行こっか。てかサンちゃん一体どこまで行ったの。子供ね、意外と遠くまで行くからね。あ、すごい、外だ。マジか。いて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 、急に強いじゃんお前ら。クラブアップル。いや、食らった分回復が戻ってきたって感じだけど、もうまよし。おお、草かー。上、あ、スライムか。あー痛いね。ナメクジちょっときついかもな。電気ナマズ、ナマズとナメクジ。あー進むね。そしたらアイテムはゲットしときたいからね。すごいな。あとは、ほいほいほい。で、で、ちょっと。ちょっとしんどい。ちょっとお前らしんどい。あー進んじゃう。こっちが正解なのか。どっちでもいいんやけどさ。あーよしよしよし、ゲイパーツゲット。そのパーツをね何に使うかなんだよな問題は。これで OK か。よし。じゃあ右上。いてー、相打ちかー。いや、ちょっともうちょい食べるの待とう。ほい。スイッチオン。お、まさかの、おおおおおおお、どうした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 、急に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 どうした、急にどうした。あ、戻ってきた戻ってきた。よしよしよし、戻ってきた。これねセーブする場所ないからね。オートセーブかな。びっくりした、バグったね。危ね危ね。とりあえずここつなげて、開けて、ゲットして、で、そうだね。勝手に動くからな。これ下に行ってんだよね。うん、で、はいはいはい。で、つながった。で、ここつないで。でこう行って、こうで、ん？こうでしょ？こう。ああ。
こうでこうぐるーって言って、これをこっちつなげて OK。 よし、ああ、おったから、玉ねぎ、痩せた。でも多分、あ、多分ね、さっきのところだけだね、なんかバグったのかわかんないけど。いやー、焦るよね。単純に焦るよね。すごい、すんごい、ね、謎の力っていうか、右に引っ張られるのよ。あれはびっくりするな。はい。反転して、そうだね。そこを、って感じか。ほい。で次は逆、吸い込ませ、いや吐くのか、そうだね、これでいいのか。でも何もない感じなのかな。頑張れ、走れ、上ある、いや多分ないな、よし行こう。買う、買えるんだ、エナジードリンク、すげえ、ハート5を回復する、めちゃくちゃいいじゃん。弾薬ってそもそも何なんだろうね、銃ないしね。爆弾パックは買えるか。あ、よし、この瞬間の自分をここに残すのだ。そうすれば戦いに敗れてもまたやり直せる。ボス戦ですね。料理、ちなみにレシピはないっすね。どうしよっかな、モテないからな。ジョン、ジョン、あ、もう外出てるじゃん。これ見て、下は緑色で上は青色。やば。やば。ちょっと爆弾置いてきまーす。はい。分かんなかったけど合ってるみたい。おら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 。なるほど。コアが出るんだね。やばいやばいやばい。怒ってる怒ってる。おお。よし、なんか計画通り。よっしゃい、おらおらおらい、余裕余裕、おら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 、よしよし、いってぃ。思ったより痛かった。入った、ちょ、いってぃ。あのね、たまにやるね、この壊すね、爆弾の箱がね、えぐい。やばいやばいやばい。はい、いたー。よし、ほら顔出せ、顔、弾出せ、弾。いやー、まだか。あ、やべ、爆弾がね、いてぃ。なんだけど、取れねー。あったー。あったけど、それ。よし。吸い込め。しゃー。爆弾ギリギリだったね。体力の上限もアップ。
こいつか、あの砂に埋もれてたやつは。ジョン。ジョン、どこ？ジョン。マジか、致命傷じゃん。ジョン、どうしたの？ジョン。ジョン。誰か、誰かいる？助けて。誰なの？私はあなた。お願い、ジョンを助けて。それはあなたにしかできないこと。光を見つけるには暗闇を切り開かないと。待って。暗闇を切り開く。長押しで3のエネルギーをチャージ。あ、3になった。へえ。あー、なるほど。チャージ、2回目、3。あ、左下になんかゲージでも増えてたね。エネルギーバブルを習得。左下にね、100% って書いてあるけど。あ、おお、マジで。あ、エネルギー切れです。え、マジで。そのエネルギーはどうやって貯めんの？あー、自動回復か。はいはいはい、なるほど。マジか。ちょっと謎解きパートに近いっていうか。あー、足止めなんだ。お、だからもあるね。しかもこのキノコに関しては光はするけど一時的にって感じだね。俺正解来ちゃったね。宝箱気になるな。おお。ほい、戻ってきましたね。宝は取らないとやっぱダメだね。お、足が速い、足がめっちゃ速い。急げ急げ急げ。おお。こんなところに繋がんの？誰？ここも行き止まり？どうやら私の出番みたいね。また爆弾使う気なんでしょう？本当にここでやるつもり？心配ゴミをぴったり適量の火薬を使うから。どこか物陰に隠れてて。いいわ、もう一度だけチャンスをあげる。めちゃくちゃ離れるな。5、4、3。あいや。あいや。えへへ。タイマーの計算ちょっと間違えちゃった。いつものことでしょ。あ、イザベル。すごい。世紀の大発見ね。で、ここは町？あ、
町につながったんだ。っていうか俺絶対外の人間だよね。ちなみに武器はなしか。やっぱあ、ここに繋がるんだね。ボトルキープ、キープしておいてくれよな。さ、3じゃないか。おや、これはお前どこから出てきたんだ。まずいぞ。ジョンがまだ中にいるよ。続く。そうか、じゃあこれで一応そうだね、外出るっていうか、なんかきっかけができたみたいな感じか。まあジョンがどうなるかってとこだね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ちょうどジョンがどうなるかっていうところかな。次回どうなるんだろうね。とりあえず助け行くところからなのか、それとももう助けた後なのかわかんないけど、まあ、楽しみにしていきたいと思います。それではここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。ではではまた次回です。バイバーイ。